気候変動適応センターというところに所属してます、熊谷直樹と言います。私はその、今はそのサンゴとか海藻とかっていう、海の生き物の、気候変動影響を調べていて、いわゆる気候変動の影響、環境問題のことをやってるわけなんですけど、もともとやっぱり生き物好きで来ていて、小さい頃から生き物に慣れ親しんで、いたっていう生活を送ってきました。海 の, その沿岸っていって、岸から結構近いところ の, 生物を対象にして研究してるんですけど、なんていうか沿岸の方っていうのは海藻が生えてたりとかサンゴが生えてたりするんですね。こういうのっていうのはいわゆるこの陸っていう森林みたいなものに相当していて、植物がこう生い茂ってる中っていうのは、その上にも一匹もがついてますし、それを食べに来るとか隠れ住むような大きな動物とかもいたりするわけですけど、これに相当するのが海ではその海藻の林、藻場って言ったりするんですけど、サンゴ礁とか、サンゴ礁っていうのはそれ自体はサンゴが作る地形のことなんで、サンゴの集まりですね、サンゴの群落って言った方がいいかな、そういったものがあって、まずそうやって他の生き物に出現になるんで、これを対象にまず始めて、これがその例えば気候変動ですごく変わってしまったりすると、大変なことになるので、海藻やそのサンゴに対するその気候変動影響を調べるということをしています。サンゴ、この枝状のものとか、いろんな形のがありますけど、サンゴの隙間って硬い構造の間だから隠れ住むのに最適なんですよね。で、波とかもこうやって少し穏やかにしてくれる効果とかがあるっていう、その、なんていうんですかね、干渉作用といいますか、その、とにかく、波を和らげたりとか構造を作るっていうのがあるので、生き物も住み込めますし、で、島とかの周りをこのサンゴ礁っていうのを覆ってるんですよね。囲むようになってて、それなんで、陸地自体も保護してくれます。津波などが来た時とかも、サンゴ礁があるとそこでまず1回受け止めてくれるので、人間生活にとっても実はすごく重要っていう意味があります。で、他にも、そこの魚みたいなものとかそこにたくさん隠れ住んでるので、その魚を、利用する人たち、そのより大きな魚にとってもですけど、人間にとっても身近なこの食料源になっていたりとかもするので、これは、機能というよりは、生態系サービスっていう言い方をするんですけど、人間にとってどういうふうなメリットがあるか、そのさっき の津波を防ぐとかも結構そういうところですけど、はい、そういった機能があります。熱帯の方っていうのは結構温度は割と平均的に保たれていて、温度変化って小さいんですね。冬でもせいぜい20度ちょっと、20度あんまり切らない感じですし、で、上、夏の方でも、本来だったら29度ぐらいってとこですかね。なんで、10度ぐらいしか下がらないって、すごく小さいって感覚的にも思うと思います。これの関東で生活してたら、昼夜の温度差が一体何度あるんだろうっていう、昼夜だけでも20度ぐらいって、すごく大きな変動なので、それからするともともと温度変動が小さいところに住んでるから、そこからちょっとでもはみ出してしまうと、そこに住んでる生き物にとって大きな影響になるっていうのはなんとなく感覚的にわかるかなと思います。はい、それなんで、ちょっとでもこの、平均してプラス1度になっちゃうとかってよく聞くかと思うんですけど、そのちょっとの影響で、大きな影響を受けてしまうっていうのが、サンゴがなんでその気候変動を受けやすいかってことになるかなと思います。まずその単純にそこのサンゴをよりどころにしている生物が住めなくなってしまうっていう一つ大きな問題があります。で、人間の側にとっても島をサンゴってだんだん作っていくんですね。これがいわゆるサンゴ礁っていうやつで、例えば宮古島ってサンゴ礁の塊です。で、沖縄本島の南半分もサンゴの塊です。で、脆いんで結構だんだんと削られていくんですけど、これもサンゴがどんどん成長して補強していかないと、要はどんどん削られていってなくなってしまうと。
で、日本の、 経済排他的水域でこうすごく重要な沖ノ鳥島とか、あれもサンゴの塊です。で、今まさにこの出るか出ないかってところで、より削られないようにしてこんな防御シートとか貼られてるんですけど、あれもサンゴがちゃんと元気に成長してこうやって盛り上げていってくれないと、そういうその日本の領土にも関わってくるって結構実は大きな問題なんですけども、はい。なんで、まあ、生き物にとっても人間にとってもかなりそのサンゴって重要なので、これがとにかくなくなってしまうとすごく大変というのがあります。